わあ、月、これは何？これは江戸時代の終わり頃の会津若松の町並みなんだよ。この交差点は今も残ってるよね。僕も通ったことあるよ。たくさんお店があるよね。ねえマッキー、ここにみんな集まってるんだけど、なんだと思う？本当だ。何か見上げているようだね。ではここで問題です。みんな一体何を見ているでしょうか。1番、お店の看板。2番、お触れ書きの札。3番、狩りの獲物。どれでしょうか。わかった。お店の看板を見て、みんな次はどこに行こうかなって考えてるんじゃないかな。残念、外れ。正解はお触れ書きの札でした。お触れ書きの札がかけてあるところを考察場とか生殺場とか言うんだけど、剣箔には実物と同じ大きさの考察場があるんだよ。マッキー、行ってみようよ。うん、行ってみよう。これか、すごい。思ったより大きいね。ねえ、大きいよね。テレビやインターネットがない時代には、お殿様からのお知らせや町の決まりをこうやってみんなに伝えてたんだね。なるほど。だからみんなの目につくように人通りの多いところに作られていたんだね。